この度は大変申し訳ございませんでした。誤送金が発覚したのは、道が物価高対策として低所得世帯に1万2000円を支給する北海道低所得世帯臨時特別給付金です。誤送金したのは123世帯分で、今月15日に振り込んだものです。1世帯で最大460万8000円、合わせて4156万8000円に上ります。道によりますと、市町村ごとの支給世帯のリストを作成していますが、誤って最後にある世帯に全世帯分の支給額を振り込んでいました。原因は委託業者側の決済システムの不具合で、今日午後1時現在、123世帯のうち96世帯と返還で合意しているほか、残りの27世帯には電話で連絡中ということです。この給付金は住民税の均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり1回限り1万2000円を支給するもので、今年8月中旬から順次送金されていました。